新たに60人以上の感染が確認されました横浜港で取材中の伊よ記者です伊よさんクルーズ船の周りの様子それから乗客の皆さんの様子などを伝えてくださいはいダイヤモンドプリンセス号の前では今患者を乗せたとみられる救急車による搬送作業が断続的に続いています 今日午後にですね60数人が感染の一方が入った直後からですねこちらの現場には消防車や救急車が相次いで集まってきましたこれまでに救急車4台がここを離れていますつまりまだ大勢の感染者がこの船に残っているものとみられます乗客の一人に話を聞くことができましたお話では予想はしていたがやはりショック予定のですね19日に 降りられなくなるかもしれないと感じたと心配されていました、えー、そして今日新たな動きとしてはこれまでになかった出入り口が設けられたということです先週まででは船の中央の位置に一つだけ出入り口があったんですがそれが今日手前にですね青いブルーシート自衛隊の車のある場所ですねあそこに新しい出入り口が作られましたやはり60数人という数の多さから搬送にも時間がかかるということで異例の体制が ここの現場では敷かれているようです。